んにちは。チキティービーチキママです。です。よろしくお願いします。本日は、チキママ企画です。はい。初の試み。チキパパに、GU で、5000円以内で、秋物のコーディネート購入してきました。初めてですよね。そう。いつも買うときに相談し合ったりはしますけど。まあ難しかった。本当ですか。一番難しかったのはやっぱサイズ感なんですよね。まあ本人がいないんで、まあいつも洗濯物を畳む、こんな感じかなとか、このサイズバランスの方がかっこいいかなとか、もういろいろ考えてたらもうめっちゃ時間かかっちゃって、久々なんか選んだなって、月パパの洋服、楽しかったんですよ。もう多分めちゃくちゃかっこいい。いや僕も楽しみですね。どんな風になるんだろう。何も言ってないからですね。まだ何も言ってないんで。別に僕の好みとかじゃなくて、月ママの独断と偏見でしょ。ですね。秋物のコーディネートなんですよ。なんで、コーディネートなんで、上下にて購入してきました。でしかも5000円以内。で、まあ、このコーディネートプラス、まあ、今持ってるもののアイテム、シューズとか、まあ、帽子だったりとか、バッグだったりとか、インナーとか、まあ、いろいろなんですけど、まあ、トータルでコーディネートしていきたいと思います。はい。はい。じゃまずは、トップスからご紹介していきたいと思います。はい。じゃちょっと目つぶってください。はい。つぶる必要ある？いや、ないかも。それではいきまーす、はい。今回購入したトップスはこちらです。じゃーん。CPO シャツでーす。あー、なるほど。胸ポケットに CPO と書いてあるんですけど、これ今めっちゃ押してるんですよ。うん、トレンドですよね、メンズ。そうなの、知ってるの？ CPO の存在は知ってますよ。今年めっちゃ人気っていうのは。そう、人気らしいんですよ。アメリカ海軍の、ミリタリー系のね。そう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 、シャツをモチーフにしたやつで、なんと福士蒼汰くんが着てたんですよ。全然違う。そう、これ、どう？いや、嫌いじゃないですよ。嫌いじゃないですか？うん、価格が一応2490円、サイズが XL を購入しました、まあ、CPO シャツなんで、まあ、このポケットがめっちゃ特徴ですね。どう？カラー、いや、自分では買わないかも。でも確かにちょっとカラーはあんまり月パパが選ばないグレーにしたんですよ、で一応色違いあるんですよ。黒とかも、黒、コーン、ブラウンとか、あとチェックとかあったんですけど、あと素材手紙にコーデュロイとかもあったんですよ。とにかくいっぱいあったんですよ、でその中でグレーを選びました。まずトップスはこれですね、続いてじゃあボトムスいきますよ。はい、目つぶってください。目つぶる必要があります。いきます。パンツがこちらです。じゃーん。おー、セット。そうなんです。ワイドテーパーとタックイージーアンクルパンツでーす。そう、気づいた。セットアップです。あ、もうセットアップとして出てるやつ。そうなんですよ。ここはちょっと忖度してセットアップが好きっていうことでセットアップにしたんですよ。これはでも間違いないでしょ、もう。でもグレーとかは着ないかも。そうです。これはもうパンツ、ほんと形綺麗でしょ。いいいい。そう、アンクルパンツ好きだし。そうで、このパンツも今 CPO のパンツいっぱいあったんですよ、でこれはそれにはならないみたいなんですけど、まあ、セットアップで可能なパンツっていうことで一緒に置いてあったんですけど、これ多分テーパーのかかったパンツ似合うと思うので、これいいなと思ったんですよ。ちょっと綺麗めにも履けるし、ちょっと大人っぽい感じにもできるし、ただグレーっていうのがどうかなっていう。パンツ単体でもいけそうですね。そう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 、一応こんな感じです、ちょっと綺麗め風にも履けそうな。そう、タックが入ってるんですよね、なんで綺麗めに着れるような感じ で足首見えてスッキリ見える感じ、後ろからこんな感じ、ポケットもついてる。はい。でウエスト一応後ろ側だけゴムが入ってるんですよ、前はこんな感じですけども、後ろはゴムになってて、まあまあ履きやすそうな、そうなんで、これとさっきのシャツ、ちょっと月ママのコーディネート、果たしてかっこよくなるのか、着せてみたいと思います。はい、はい、じゃーん、着させてみました。どうですか？どう？自分でまずは、いやいや、セットアップ好きだし、なんか初めてこういう CPO ジャケット着ましたけど、なんか不思議。上が XL サイズで下が M サイズですね。そうなんですよ。これは本当好きな感じです。上トップスラフな感じで、裾細身の感じ、で、あのオーバーサイズシャツって書いてあったので、まあ、L でも大きいかなと思ったんですけど、実際着てみたらいいね、XL でも、なんでちょっと大
バーサイズって書いてあるけど、やっぱオーバーサイズに着た方がかっこいいですよね。うん、いや、よかった。オーバーサイズシャツは、もうオーバーに着るのが好きなんで、うんうん、大きいサイズ買った方がおすすめです。うんうんうん。よくない？ちょっと綺麗めにも見えるんですよ、これ。うんうん、なんかね。素材感とかもね、ちょっとウールライクな感じ。そう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 。なんで、まあ、これ今セットアップで着てますけど、全然単品で着てもかっこいいよね。うんうん、ね。結構トップスはカジュアルなデザインですけど、うん、やっぱボトムがこのセンタープレスがついてるので、うんうんうん、でバランス取れてるかなって感じですね、うんうん、そうですね、ちょっと綺麗めな感じ、うん、パンツはで、いいよね。どうですか、てか月ママの思い通りなんですか。思い通りになった、かわいい。なんか黒もあったんですよ、うん、黒にしようか迷ったんですけど、黒はちょっと光ってて光沢があったんですよ、うん、なんかそれがちょっと若干チープっぽく感じたので、グレーが一番なんかコスパがよくかっこよく見えたんですよ、うんうん、上があの2490円、下のパンツは1990円なんですよね、うん、なんで5000円以内なんですよ。おー、で税込みでもちょうど5000円ぐらいか。そうそうそう、ね、かっこいいよね、うん、なんかセットアップで見るとやっぱ高見えするなっていう感じはあるんですけど、かっこいいなと思って。でコーディネートのポイントとしては、そのさっき言ったみたいに上はざっくり、下細身で、足元ナイキの白のスニーカーでちょっと抜け感出して、ちょっとスポーティーな感じ、うん、足元ちょっとゴツめに持ってきたんですけど、何でも合うよね、うん、アンクルでこのくるぶしが見える感じが抜けていいですね、うん、そうなんですよ。これ秋冬だったらソックス履いてもいいしね。そう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 。で、まあブラックのシューズでもいいですし、あと本当はね、首元タートルネックかボトルネックにしたかったんですよ。でそれもあったの、GU に790円で、でも持ってたよねと思って買わなかったんですけど、なんかそういうちょっと上がボトルネックみたいな、ああ、はい、こう見えてもいいみたいな。そうそうそう、なるほど、かっこいいんですよね。で今白が見えてるんですけど、ブラックでもかっこいいと思うんですよ、インナー、うん、ちょっと見えるんですよね、やっぱり季節感がもうちょっと寒くなってきた黒でもよさそうです ね、 ですね。そう、開けてみて、開けてもかっこいいんですよ。あ、こんな感じで抜けさせてもいいですね。ねえ、いいよね、かっこいいよね。羽織でもいいの。うん、そうそうそう、あ、かっこいいね、ざっくり羽織る感じ、うんうん、なんでこの秋物の羽織としても使えますよね、うんうんうん、で今だったら多分暑いんで、パンツだけ活躍させてもいいと思うんですよ、うんうん、今中に T シャツ、あ、そうですね、そうこの感じ、うん、ゴブタケの今 T シャツ着てるんですけど、パンツ単品でもいいですね、ね、かっこいいよね、うん、でパンツ単品でこういう秋っぽさ出してもいいなと思ったんで、うんうん、で着心地もいいっすよ。あ、嘘、うん、なんかサラッとしてるし、うん、普通のシャツより羽織感がしっかりあって、あ、そうですね、秋に良さそう。そう、説明書きにも書いてあったんですけど、ちょっとやっぱ肉厚なんですよ、うんうん、なんでこうしっかり感があって、うん、であのポケットもついてるんですよ。本当だ、横についてる。そう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 、すごい、両側ポケットついてて、すごい実用的にも、はい、パンツにもポケットついてるし、うんうん、そう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 、でいいよね、いい、かっこいいよ。ただビジュアルに福士蒼汰くんがこれを着てたんですよ、グレーを。おうおう、全然違うね。そりゃそうです。あの福士蒼汰くんが着てたから買ったわけじゃないんですよ、うん、なんですけどビジュアルがたまたまグレー着てて、うん、おかっこいいじゃんと思ったんですよね、うん、ただもう全然やっぱ爽やかさが違いますね。想像とは違いました。いやでもこの部活な感じの人に似合うかなって個人的に思ったので、逆に福士蒼汰くんがああいう感じで着るとなんかちょっと綺麗めなナチュラルな感じになるんだと思いました。どっちかというとワーク寄りじゃないですか、うんうん、なんでこういうちょっとヒゲ面のちょっと悪そうな、なんか汚そうなじゃなきゃ言い過ぎる言い過ぎた、悪そうな感じの人が似合うのかなって思ってたんで、いやなんか新鮮、自分じゃもしかしたら選ばないかもしれないんで、でも着てみたらいい感じ。でもこれ本当カップルの方とか夫婦の方とか、うん、ぜひ旦那さんにね、うん、自由だったら安いんでね、うん、そうそうそう、なんかもし失敗してもいいし、うんうんうん、ぜひトータルでコーディネートしてあげてはいかがでしょうか、はい、で次月ママ編してくれるんですか。本当ですね、なんかいいのがあれば機会があればしたいと思います。ということで、このチャンネルではお手頃なファッションアイテムでファッションを楽しむためのコーディネートやファッションアイテム紹介してますので、よかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。インスタやブログもアップしてますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。